皆さんこんばんは、ブルーマンです。さあ今日もオンラインクレーンゲームトレバのプレイ動画を紹介していきたいと思います。で今回チャレンジする台こちらになります。少し前のプレイ動画になるので、実際この台と全く同じものは今は存在しないんですけども、少し形を変えて、まだ似たような台があると思うので、取り方の参考にしていただけたらなと思います。でね、この台の特徴なんですけど、ちょっと見てください。今予約待ち2番目で前の方がプレイしてるんですけど、アームでね、この1と書かれた、まあ、ボールみたいなところに、寄せていくとですね、こんな感じで、ちょっと動くんですよね。で、今アーム届かなかったのになんで動くのかというと、多分ね、これ磁石みたいなものがくっついていて、まあそれで、磁力でね、動かすことができる設定みたいです。これ自分もね、完全に初見だったので、どこ狙えばいいのかなみたいなところをいろいろ見ながらね、やっていこうかなと思ったんですけど、今少しね手前側狙って前の方プレイされてましたけども、あんな感じで多分ね少しずつ、押し出していくのが、取り方なのかなとは思うんですけど、どこ狙えばいいのかみたいなところを模索しながらねやっていこうかなと思います。で真ん中につけて、ちょい手前ぐらいね、狙われてますね。まあ、こんな感じ。まあ、少しずつね、これね、斜めになっているので、台が。ちょっとずつ押し出していくような感じで取れるのかなと思うので、で、ただそれだと結構ね、今の感じだと手数がかかりそうだなっていうのを見ながら思っていたんですけど、今予約待ち1番で、前の方の番になりましたね。かなり珍しい設定なんですけども、どこ狙えば正解なのかっていうところを試していきたいと思います。次、前の方プレイされてますね。やっぱど真ん中ら辺、ここ狙いますよね。で、ちょっとこのアームがね、下がった時には、奥に、なんか押し出すような感じになるんですけど、そこまでね、一気にグラッと動く感じもしないので、ちょっとね、どこが正解なのかっていうところをね、わかんないなと思いながらずっと見てたんですけど、今度はちょっと右の方に寄せて、奥狙ってますね。で、ちょっとここ見てください。実はね、奥狙うとね、回転したんですよ、こんな感じで。結構進んだでしょ。まあ、ぐるぐる回るので、これちょっと運もあるのかなとも思ったんだけど、あんな感じで動くので、でね、このタイミングで抜けてくれたんですよね。で、多分今のが正解なんじゃないかなと思っていて、もう一回やってみようかなと思います。で、ちょうど順番回ってきて、チケット4枚あるんですけど、このはぐれメタルのね、なんか良さげな景品なので、狙っていきたいと思います。多分ね、あそこが正解なんじゃないかなと思ってて、ちょっと右の方に寄せて奥狙っていきます。で、奥狙うことでこっちの方に引き寄せられるんで、でかつね、回転してくれるので、こんな感じでなんとね、一手取りできたんですよね。かなりね、ラッキーだったなと思ってて、まあ、あれ本当に正解なのかっていうのは、実はプレイしてみたんだけど、なんか一概にね、あそこがいいとも言えないのかなとは思ってるんだけど、ちょっとね、やっぱ奥狙って、横移動もね、少し、中心からずらすことで、こう回転するような形で取れることがあるのかなと思うので、それがおすすめかなと思います。で、今ね、ちょっと台の形変わっていて、多分最新設定こんな感じになってるんじゃないかなと思います。ほぼど真ん中に置かれていて、台もね、傾いてなくって、もう本当平らな状態になってるんですけど、実際にこれ、ね、撮れた時のリプレイ動画とかを、探してみたら、2つぐらいあったので紹介したいと思います。こんな感じでね、まあ、どこか側面のギリギリのところまでまず持ってくる必要があるんですけど、このアームのね、先っぽのところもなんかゴムがくっついていて、ちょっと前の台から変わったんですけど、これね、見てください。まあ、こんな感じでね、ゴムで結構揺れるから、運要素も強いのかなと思うんですけど、こんな感じでいい感じでね、行くと引っ張られて、つるっとね、落ちる設定なので、チャレンジする方はね、多分今はもう運要素強いかなと思うんですけども、参考にしていただければと思います。では、次の動画紹介していきたいと思います。で、次はですね、中山きんに君のこの、クッション狙っていきたいと思います。これね、3月にやった生配信の時の、大探ししてる時に、実はプレイした動画なんですよ。だから結構前の動画にはなるんですけども、ちょっと見ていただければと思います。今ね、予約待ち1番で待ってるんですけど、こんな感じ。なんかね、あんまり動かないなっていう感覚があったんですけども、このね、中山きんに君クッション狙っていきたいなと思います。で、この後ね、生配信があるから、チケットね、残したいんですよ。だから6枚あるんだけども、
こっから課金してやっていきます。多分ね、こんな変なことする人あんまいないと思うんですね。チケット6枚もしかも当日使えるやつがあるのにもかかわらずまず課金するっていうね、まあ、謎のプレイなんですけど、この後ライブ配信があってチケットは残しておきたいのでポイント使ってやっていきます。まあ、横落としですね、狙っていきたいと思います。チョン押しして筋肉の首のあたりを狙っていきます。でパワーがあるかどうか次第なんですけど、見てくださいこのパワー、めちゃくちゃね動くんですよ。前の方ね、あの肩ら辺というか奥狙ってたんですけど、あそこはちょっと重くて持ち上がらないんですけど、うまくね首のあたり持っていくと動く台だったので、これ結構取れるんじゃないかなということで2手目やっていきたいと思います。でチケット使えないのでポイント使ってやっていきます。で今度は、かなり来たので肩ら辺を持ち上げて一気に獲得することができました。なんとね2手で取れたんですよ。超ラッキーだなとも思ってて、で本当にパワーが強い台だったので良心設定だなと思ったんですけども、一番残念なのがこの後ライブ配信があるからチケット使わずにポイントでやったっていうところがね、今回の、ミソなんですけども、こんな感じで2手でね、取ることができました。でここからねちょっと雑談していこうかなと思います。で横落とし設定ね、こんな感じでうまく取れることもあるんですけども、あとまず昨日のライブ配信ね、ご覧いただいた方、本当にありがとうございました。でこのねスライムの台に結構ねチャレンジしたんですけども、あの後ね、視聴者さんが実は獲得してくれてツイッターの方でお知らせいただいたんですよね。で自分もチャレンジしたんですけど、あの時はなかなか動かなかったんですけど、こんな感じで結構ね横の方まで来てくれると最後はあの上の方を狙ってね、一気に倒すことができるみたいなので、こんな感じで取れるみたいです。なので、まあ、横落とし設定に関してはね、やっぱアームパワーによって取れる取れないっていうのはかなりあるんですけども、うまくねあの横の方まで持ってこれると一気に、持ってこれるので、まあ、そこまでどうやってねあの進めていくのかっていうのがポイントなのかなと思います。多分今回も、こんだけね横にするまでに結構手数かかるんじゃないかなと思うんですよね。だけどちょっとずつあの手前側を狙っていけばこんな感じで横向きになってくれたのかなとも思うので、まあ手数かければ取れたのかなっていうのもありますね。なので結構反省もね多かったんですけども、ライブ配信に関しては今後もやっていきたいと思いますし、ちゃんとね下調べしてもっと取れる台調査してからねやっていきたいなと思っております。皆さんからの今後のコメントもぜひお待ちしておりますので、またライブ配信もお越しいただければと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた他の動画でお会いしましょう。さよなら。